今動画を見てるあなた、お腹を今すぐへこましてみてください。今よりも薄くなってよって方はその状態がキープできるようなメニューになってます。ぺたんこお腹手に入れましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹をへこませる姿勢を身につく、お腹をへこませることができるエクササイズを紹介していきます。日常的にヒールを履くことがある、寝た状態で腰に隙間ができる、腰が痛くなる時がある、反り腰または隠れ反り腰である、一つでも当てはまった方は今回のメニューを一緒にやってみてください。お腹をへこませる、そして姿勢を身につける方法としては、腰をストレッチ、腹筋を使う、この二つが大切なんですが、これは実は腹筋メニューをやっているとできるんですけども、腹筋運動というのは上がる戻るってことを繰り返しますよね。この場合お腹に力は入るんですが、腰は瞬発的に伸びたらすぐ戻りますので、あまりストレッチにならないんです。伸ばした状態が10秒ぐらい続くと筋肉は伸ばされるんですけども、瞬発的に反発運動している腹筋メニューでは反り腰は改善しにくいんです。今回は上向いて肘をつくだけのメニューになっています。全て20秒、ほとんどの方が行えると思います。一緒に反り腰ポックルお腹改善していきましょう。最後にとっておきな腹筋に何倍も効くクランチパタパタ合わせてますんで、一緒に最後までチャレンジしましょう。それでは紹介します。はい、このように後ろに肘をついた状態で行っていきます。スマホは持っててもいいですし、置いててもいいです。この状態でまず腰が少し浮いてると思います。この浮いてる腰をパタンパタンと床につける感じで腰を丸めて腹筋使います。1回ずつ息を吐きます。いきましょう、スタート。こういう感じです。腰を床につける。腰が床につかないと腰のストレッチにならない、腹筋が使えませんので、腰をつける感じです。これで、はい、 OK。 このまま足を伸ばして交互に入れ替えます。さっきの腰をつけた状態です。パタンと腰をつけたまま足を動かします。いきましょう、スタート。息は長く吐きます。吸って吐きながら足を入れ替えます。はい、 OK です。今のを両足で行っていきます。いきましょう、スタート。息がなくなったら吸って、さっきみたいに腰をつけます。はい、 OK です。今のまま今度は足をちょっと斜めにして足をパタパタしましょう。腰はつけたままです。スタート。しっかり腰をつけて、腰が浮いてくるよって方はね、またストーンと落としてください。足は斜めの方がいいです。はい、 OK。 次は自転車を漕ぐ感じで動かします。ももをしっかり抱えていきましょう、スタート。腰をしっかり床につけて、これだけでもしっかり下腹の腹筋を、ね、使えて、腰がちゃんと床についてれば腰のストレッチができて、ポッコリお腹解消です。はい、 OK。 次はカエル足を作って、同じように腰をパタンパタンとつけます。スタート。一番初めと一緒です。腰をしっかりね、床につける、腰を丸める感覚を身につけましょう。はい、 OK。 今のカエル足の状態で足をこのように動かします。お尻を浮かせる感じです。これでしっかり腰を丸めていきます。スタート。しっかりね、腰をつけながらできるだけ足を抱えてください。腰がだいぶ痛くなってると思います。は
はい、オッケー。はい、足を伸ばして交互に足を入れ替えます。あと少しです。いきましょう。スタート。だいぶ腰をね、床につけるのが上手くなってきてると思います。腰がちゃんと床につけれて足が動かせれてれば反り腰解消ができてきます。はい、 OK。 それではラストです。ラストは膝を90度、体を起こす、手を伸ばす、手をパタパタ動かします。これで最後腹筋効かしていきましょう。20秒、ラスト頑張って。それではいきます。スタート。できるだけ手を早く振って、腰しっかり床つけて、オッケー。あー、お腹に効いた。お疲れ様でした。全部20秒、これぐらいがちょうどいいと思いませんか？運動っていうのはやりすぎてしまうと逆にお腹が空いてしまうんです。頑張りすぎてもストレスになる。結局自分が気分転換になるぐらいの運動レベルに合わせた方が結局ダイエットにね、つながりやすくなります。頑張っても痩せない、頑張っても食べてしまう、そういった方は頑張りすぎが原因で痩せないのかもしれません。早くしたい、その気持ちもわかりますが、できるだけ運動を楽しく長い目で見た方が結果的に痩せられて、結果的に長く続けることができます。1ヶ月後に痩せたい、2ヶ月後に痩せたい、早く理想の体型になりたい、その気持ちもわかるんですけども、ストレスが溜まってしまうと何の意味もありません。楽しくゆっくり亀のように進んでゴールを目指しましょう。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、リンクのフォローをしてもらうと違う配信をしてますので、そちらもご確認ください。今回もご視聴ありがとうございました。